はい、ではここじゃよ。フレンチホルン、この渦巻き状の楽器は複数のバルブチューブ、そして 52cc の人間の唾液で作られています。人間の記録にはこの楽器についての相反する説明が残っています。相反する、その内容はオーケストラへの貴重なプラス要素、または不協和音で悲惨な騒音、先生にもっと練習しろよと言われようとどうだっていいと書いてあります。全然読めないな、これ。どういうステージになるんだろう。このキーが割と使いどころがなさそう。そっちに押すしかなく、ただこれを押すことに何の意味があるのだ。ここに木を乗っけて、なるほどね、なるほどね。難しくなってる、絶対難しくなってる。船作っていうか、これはもう船旅じゃんね。船作って、ここでしか使えないのよ今のところ。ここにイカダを作って、右に行って木を切ってみたいな感じだと思う。ここだと思うな。しかしこちらの木、じゃあ一個またいで買ってから、ここに作って、こう来て、違うかもしれない。うるさいな。これをやってもあんましょうがないんだよね。こっち側から右に来た時に、多分ここに木を置いておくみたいな感じになればいいのかなと思ったんですよね。長えの。ちょっと待って。工事が始まるの？ちょっと待てよ。まだだいぶ朝早いんだけど。もう。もう切ってよかったね。帰ってもう一仕事みたいなことやらされるのかなと思ってた。テディビーや。
一人の人間の子供によって所有された、または、縁を切られたり、追い出されたり、なくされたり、噛まれたり、潰されたり、交換されたり、破られたり、施設されたりさ、40体生成造されたドイツのぬいぐるみの7番目のテディベアです。ベアセブンはバースにあるパルトニー教、読めない。で、感触を起こした子供によって投げ捨てられるまで5ヶ月間所有されていました。ちょっと待って、窓閉めていきます。たら上から下に来たのでこのまんまこれをこうしてテディベアを見ながらこうしてこうしてこうしてテレビや見ながらこうしてこう嘘です。何が嘘かというとここが嘘。もうね、あの外のノイズで集中できなかったということにしておこう。このまま下行きゃいいんだろうか。本当ここ道つながってないな。上に切っちゃうと、あ、木は倒れない。なるほど。ここで橋作って、違うかな。あ、押せない。こっちから押せない。そうなんだ。彫像。この小さな馬の彫像はほとんどの場合より抽象的オブジェクトのセットに含まれており、うん、それぞれが黒と白のボードに同封されていました。この馬の頭部は非常に華美な作りなのに対して彫刻家は誰も馬の足を彫る方法を知らなかったため彫刻は首から下がありません。本当なんだよな。将棋はもっと抽象化されてるよね。文字そうか、将棋は文字なのに対してチェスは形だからまだ理解しやすいのか、子供でも。で、ここでやりたいことは上から下にやってきたので、なんかこの真ん中に止まるとまた次のところ行けそうなんですよね。これはまあ戻ってくるための場所だとして、この一本を向こうに渡して向こうでこれを拾ってこれを右側に落とす。で、これに乗っかってトン。トン。なんだこのカメラ。よいしょ。あ、キノコ？キノコの森のどこかだ。こっちと、
この木は何のため？下に行きたい？トイレのところ行けるのかな。木を倒して倒さないよな。倒すならこっちで。で、転がして落としても道につながるためのプラスにならない。なんか使いとして使いたいのかな。別に、プラスにはならないんじゃよな。ちょっと後回しにしてみようか。解けないといけないんだろうけど、後回し。正体不明の編み物。この衣服は認識可能な形状も、識別可能な目的も持たないことで、形や機能に関する人間の設計上の懸念を几帳面に回避しています。これはすぐに気が散ってしまうけど、熱心な編み物愛好家によって作られました。これ何？ゴム製品のこと？ラバーだから形状がふにゃふにゃで伸び縮み可能でみたいなことかな。解説をしちゃいけないんだよな、ギャグの。ギャグっていうかジョーク。ジョークとギャグって何が違うの？これを1個かませれば飛ばせるのか。ちょっと今のを踏まえてもう一回こっちに来て、切り株越しに切り株越しにだと思ったんだが、震えてる。ここか。あ、でもその先って岩、あれ岩？この先って岩がある？あいつ、あそこの茶色なんだ。陸地だと思うんですけど。いや、そこに持ってってあげたいんじゃろ？切り株を使ったアクションにつながらない。これを倒すときに長いのがあるといいんだろうけど、長いのなんてな、長いの。一旦倒したらそれっきりなんよな。
この木がここにあったらどうなるの？倒す先に。心地よい椅子人間たちの制作心にはもっと柔らかい家具が数多く存在するにもかかわらず、一部の人間たちは空洞の時期でできた椅子に腰掛け、読みかけの本を終わらせることを好んでいました。おそらく座席から感じるちょっとした冷たさが人間がうたた寝してしまうことを防いでいたのかもしれません。長いのが縦3かな。ステージって今のこの丸太の上を通さないといけない技を使わないと、なるほどね、ここの切り株を越えられないからか。了解。これはこっち でこっち行きたくて、木々たちがこうなっている。この毛動かせないんだね。下にある木がこっから逃げられないから、下にある木を逃がすようにしてあげた上で、こうしてから違うか。あ、合ってる。よろしい。なんかここで郵便あって、そうだな、遠い方行こうか。カエル？カエルの運動着。イングランドランドのある地域の選挙中、一人の人間がの候補者がカエルを投票、カエルを役立つものにすると公約をしました。興味津々な有権者がこの計画に対して投票した後、この地域にいたすべてのカエルに靴とリュックが渡され、さっさと行動開始しろと言われました。こちらに向かいたい。下ですね。下だから長いものを切るんだが、こうなっちゃって。こうなっちゃって、どうやってそっちに行ったんだっけ。
ここらでこれがこうなるのかな。そうなると、あ、でもそこでストッパーになるんなら、こうなって、こうこうこう。木が厄介。この子は、この子を何とかしたい。長いものをだったらここに埋めるかな。そこまで転がす、縦向きで。ここは埋まってて、ここが埋まってて、あ、乗れない。はい。こっちの木もこっちの木なんだよね。短いの2本では届かないでしょ。長い木を右に運ぶっていう方向性はいいと思うんじゃよ。いいんじゃない？いやー難しい。来たことあるとこだ。じゃあ、こう来て、あ、その上を行ってないね。こっち？これそこに行くため？ここのエリアはなんだ？
このエリアは今のものでは、長さが 3? 長さは3、やれなくもないけどやれない、この木ってあのキノコにぶつかる？ああ、ぶつかる。この木をまだ持っていけそうなところ、下には持ち出せない、通路として使うのができない。ああ、このまま行くと落ちちゃう。まあ下行くためと考えよう。今は下に通す。使いどころはないか。うん。違うな。こっち？じゃあこの辺りも行けた感、行けてない感もあるけど行けた感もあるので行こう。あれ、え、すでにあるステージをめちゃめちゃこんな再利用できるのすごいね。よくできてる。ここでこの船なんで止まってたの？いつの自分？ほら、だからこうやって小島を開拓することがあるから、なんかよくわかんないところはあんまり手出さなくていいよ。しか行けねえ。左か下、ルート選択可能か。下かな。いや、左かな。いや、下かな。シソ、葉っぱは木にとっての名刺です。おー、あー、いいね。シンプルにすごくいいね。子供の詩みたい。ここに2本生えとるんですよ。なんだここ。なんだこのエリア。後回し、
後回しにできる？あ、分岐あったっけ？分岐もなくない？ありゃ。なんか雪だるま、雪だるまいないかな、そこに。あり？ここ解かないといけないっぽいね。何が？積んだ。積んだ。あ？いやいや。いやいや。あ、たてさん？これ動かないもんな。この子。解き方が変わるといいのも、その方のポスト行っても上に向かって戻るだけだな。これ向こう行けないでしょ。足場を作る場所を変えればみたいなステージなのかな。ここはだって下しかなくて、これも右に、右から左に倒してもいかだになるにはもう一本欲しいし、ここの道も道で欲しいし、あり？このステージで左に回ると向こう側に行けるんだよ。でも同じ動き方かな。下？この上を転がせられれば、これは難しいわ。これは難しいな。そこの発想だったもんな。ここの島渡しじゃない、こっち。そういうのをたまに挟んでくるのがいいね。
で、こっちの島何？ここリセットすると、こうなる。ここに。またこの意味わかんない木が一本ある。面白っ。で、なんだろう、島。まあ、いつか来るやろ。下に蹴って、木を蹴って。魔法の豆、やっと会えたね。人間の伝説によると、この巨大な豆の木の種は、豆と種って何が違うの？豆科の種は豆っていうの？子供の手のひらに収まるほど小さなものだったようです。現実世界ではこの巨大な豆の木の種も巨大なのです。これらの霊は約 2.7 メートルほどの長さであり、正しく収穫しなければ人が死んでしまうほどの殺傷能力を持ち合わせているようです。現実世界どうなっちゃったの？こっちには何もないのだ。こう戻ってきて、超よくできてる。超よくできてる。気持ちがいい。あら、また大冒険だな。ポスト届かない。あのポスト行けるけど、この木はそのためにしか使えないか。なんかたまごっちみたいなのあるね、あそこにね。じゃあ今日はここまでにします。こんな感じ。どんな感じ？全体の半分いってる？半分いはいってると思う。この欄外みたいなスペースにまだパズル眠ってるのかどうかが怖いわな。怖いわ、私。はい。では、今回はここまでです。